な変わりはないですか。ぼちぼちだけどやってます。何も心配はいらないと強がり言っては見たけれど、あなたの声が聞きたくて声を聞いたら切なくて切なくて、話が終わり、なぜだかいつも電話を先に切れなくて、今頃はぼちぼち星が降るだろう。少し話したらそれだけでふるさとなまりがすぐ戻る。あなた「ぽつりと言ったあなたの言葉しみる夜」「あなたの声が聞きたくて」夏は3年ぶりにぼちぼち会いに帰ろうか。